神山さん。どうしたんだいクラリス、そんな真剣な顔で。私、マルガレーテさんを驚かせるような脚本を書いてみたいです。でもそのためには今の私の力だけでは足りなくて。神山さん、お願いです。私に協力してもらえませんか？なるほど、わかったよ。何からやろうか？ありがとうございます。じゃあまずは脚本のジャンルを決めましょう。こんな感じの話はどうだろうか？恋愛ですか？いいですね。私も書いてみたいです。こんな感じの話はどうだろうか？すみません、それはちょっと苦手なジャンルで。こんな感じの話はどうだろうか？スポーツですか？熱い友情の物語、うん、楽しそうです。いろいろ提案はしてみたけどどうかな。クラリスが書きたいものが一番いいと思うけど。じゃあ恋愛ものにしてみます。この前のデートのことも参考にできますし。確かに、デートしてくださいって始まりはあまりなくて面白いかもしれないな。わあ、忘れてください、忘れてください。あの時は夢中だったから素敵な思い出だからね、俺は忘れないよ。じゃあ次はヒロインを決めましょうか。神山さんはどんな女性が好みですか？美しくきらめく金髪、ヒロインといえばこれで決まりだな。ふむふむ。緑色の瞳が俺は大好きなんだ。なるほど。ということは神山さんの好みのヒロインは金髪、緑の目って私みたいな。確かにクラリスは俺の好みにかなり近いと思うよ。へえ、そうなんですね。それじゃあ恋愛ものの重要シーン、告白シーンを考えましょう。それについては少し案があるんだ。手紙で思いを伝えるというのはどうかな。手紙の内容によっては奥ゆかしくていいシーンになると思うんだけど。手紙ですか？なるほど。ちょっと待ってください。おい、クラリス。おい。相変わらず集中すると周りが見えなくなるんだな。
できた。お待たせしました。いい告白シーンができそうです。そうか、それは良かった。告白の後はデートでしょうか。デートでどんなことをするのか難しいですね。新竜拳に言ったように二人で食事に行くなんてどうかな。そうですね、もう少し雰囲気がいい場所を選んだ方がいいかもしれませんけど。何かプレゼントをするとかどうだろう。自分が送った髪飾りとかつけてくれると嬉しいかな。この前のデートではそれはなかったですね。神山さんがくれた髪飾りなら喜んでつけますけど。喜んでつけてくれるの？プレゼントですから誰にもらっても嬉しいだけです。新竜拳でのデートはちょっと失敗だったかな。いえ、そんなことはないです。あれ？でも、なぜそう思うんだろう。そうか、場所は関係ないんだ。誰と一緒にいるか、それが大事なんだ。私、恋愛というものが少しだけ分かったような気がします。いろいろな場所を回っていよいよクライマックスですね。みんなを驚かせるようなシーン、強い愛情を表現するにはどんなシーンが。そうだな、押し倒すとかそれはやりすぎか。こうですか。クラリス、難しいです。こういう時は髪を見つめるものなんでしょうか。この後はどんな言葉をささやけばいいんですか。今は私だけを見て。こうですか。恥ずかしいです。次はどんな言葉を。強く抱きしめて。もうこれ以上は。あなたを愛。押し倒すってこんなに恥ずかしいんですね。まあ普通は男が押し倒すんだけどね。忘れてください、忘れてください、いっそ死んでくださいでも今の流れいい脚本になるんじゃないかな。ドキドキして何も覚えてません。もう早く出て行ってください。うわ、わかったよ。それじゃあ